皆さんこんにちは、いてがみばくです。今日はメイク動画第2弾ということで、私の毎日メイクを紹介したいと思います。私の毎日メイクが見たいという声はですね、もう 2,3 年前ぐらいから SNS の方にずっと綴られて寄せられていて、まあ私も紹介したいなってずっと思ってたんですけど、それが今日念願かなうということで、私もすごく楽しみにしています。まあ、私の毎日メイクなので、私の骨格だったりとか目の形に合わせて紹介はするんですけども、こういう目の形にはこういうシャドウの入れ方が合うよとかっていう風に、まあ人によって合う方法も教えていけたらなと思っているので、ぜひ楽しみにご覧ください。それでは私の毎日メイクスタート。それではまず眉毛からやっていきます。ペンシルを使うんですけど、結構平たくて薄めのペンシル、芯が太くない方が私は毛が太いので、毛と毛の間に一本一本描きやすいんですね。で、重たくなりづらいので、ちょっとこう薄めのペンシルを使って入れていきます。眉毛の形は、まあ、自分がなりたい顔によって変えたらいいんですけど、私の場合は平行とアーチがミックスした形で、これが一番自分には合うかなと思ってます。結構なんか強めの顔にしたいって方は、この眉尻の方をちょっとこう上げてくの字にしてあげたりとか、眉頭が薄くから眉尻にかけて濃くなっていくのが黄金比って言われてるので、まあ、それを意識しながら描いていきます。だから私はいつもこの眉尻から埋めていって、眉頭にかけてちょっと力を抜いていきながらぼかすっていう。なんかもともと眉毛がない方は一旦パウダー、ブラシを使って大まかに眉毛の形を描いてあげるのがいいと思います。私みたいにもともと眉毛がある方は毛一本一本をつけ足すイメージで眉マスカラ塗っていくんですけど、大体まあ私は髪色に合わせて髪のワントーン明るいぐらいの眉マスカラ、こういうブラシを使うときに私は一旦ティッシュでオフしてからつけます。眉毛のマスカラってダマになりやすいんですよ、まつ毛のマスカラより。だからしっかりオフしてあげて重たくならないように。で、一回こう毛に逆らってつけるやり方もあるんですけど、私はあまりこう重くなりすぎて好きじゃないので、毛並みに沿ってがちょうどいいです。ただ髪がハイトーンとかの場合は、毛の黒さをしっかりなくしたいって方は毛に逆らっていってばってちゃんとつけてあげてから毛を整えてあげるように塗ってあげる方法がいいと思います。そしたら次に私はシェーディングを入れます。シェーディングは最後に入れる方が多いと思うんですけど、私は最初に入れちゃう理由としては、もう顔のベースを最初に作っておくことによって、例えばかっこいい系の顔か可愛い系の顔かっていうのを骨格で結構8割決まるんですね。シェーディングは、まあ、薄い色と濃い色があるんですけど、まずフェイスラインに入れる色はこの薄い色を使います。これ大きいブラシ全体にとって、これ入れ方ですごい変わるんですけど、これ全体に入れちゃうと骨骨しくなる。だからまあしっかり顎をシャープにさせたい方はしっかり入れていいと思うんですけど、私はもうもともとここがしっかりあるので、私が入れる部位としては顎の下に入れていきます。まあ、こういうブラシをちょっとこう潰してもらって、鏡を下にしてこの顎下に入れる。で、顎下に入れる場合ってこの顎の下を見ることってないじゃないですか、日常生活で。人に見られることもあんまないから、結構濃いめに入れても大丈夫です。で、薄い色で入れてるので重ねても濃くなりすぎないと思うので、調節しながら入れていきます。私はこの辺は入れないっていう感じです。私はここに入れるんですね。ここに入れない代わりここに入れるんです。これが私の骨格なんですけど、
ここを少し狭くした。ここで、ここが狭くてここが張ってる人はこっちに入れてあげるのがいいと思うんですけど、私は逆なので、まあ、目の横、頬骨あたりに入れていきます。これもさっき取った薄い色で入れるんですけど、入れ方があってグラデーションを作らないといけないので、内側にぼかすように入れる。で、今ここに入れたんですけど、ちょっとこれがずれるだけで顔がこけちゃうから、あの、こけさせるメイクもあるんです。だからそれはそれでいいんですけど、私は入れる部分は絶対ここ、ちょっとはずれることは NG っていう感じなんで、まあ、ここに優しく入れます。ただこれ入れすぎるとなんかここだけ茶色い、日に焼けてるみたいになっちゃうから、それは気をつけてください。めっちゃ気持ちです、こんな感じ。まあ、これ今髪上げてるんですけど、下ろした時とかにすごいシャドウの効果がわかるので、試してみてください。次にアイメイクに行きます。いつも使う色はくすみ系のカラーが多いんですけど、肌のくすみってくすみをうまく使うと、例えば目力をつけることができたりとか、あとは骨格を作ることもできる。だからうまく使えば実はすごくメイクに向いてたりもするんですよ。だからくすみを消しがちな人多いんですけど、私はあえてアイメイクにくすみカラーを使ってくすみを生かしていきます。こんなカラー、ほんと気持ち、気持ちベージュかなぐらいのくすみカラーなんですけど、まあ、これをブラシに取ってもらって、まずアイホール全体に入れます。これをアイホール全体に入れるとのっぺりした顔が浮き出てくる。でもこう比べたら分かりますよね、こっちとこっちで全然違う。次に重ねる色がゴールドのパールが入ったブラウンベージュのカラーを使うんですけど、こっちに塗ったキラキラキラってするラメなんですけど、目元にのせるパールは細かければ細かいほどハレーションを起こさないから、光が飛んで逆にこう目がちっちゃく見えるとかがないんです。だから私はなるべく細かいパールをのせていきたい。これは指でポンポンポンって優しくのせていきます。これもアイホール全体でいいんですけど、まず二重幅にのせてから軽く指にぼかしていく。こうやって動かすときに分かると思います。で、このゴールドのパールがいい理由としては、さっきのくすみカラーをのせた色とすごく相性がいい。これがシルバーのパールだったら多分ちょっと浮いちゃうんですよね。それはそれで個性顔になって私は嫌いではないんですけど、馴染みの良さで言うとゴールドの方がいいと思う。最近このパールを使うようになって、使わなかった理由が結構なんか派手になっちゃうイメージがあったんですけど、なんかそれって例えばオレンジとかピンクとかっていうカラーの上にパールをのせるから私の心にはフィットしなかった。それはそれで可愛いんですけどね。けど結構くすみ系とか、例えばくすみパープとか、私が使ったのはくすみベージュなんですけど、くすんだカラーの上にパールをのせるとすごく上品になるから、すごいなんだろうな、可愛すぎないとかキュートすぎずにすごく大人な目元にしてくれながら上品さを保ってくれるっていうところに気づいて、そっからもうずっとこの方法です。次は下まぶた、下まぶた、今上まぶた、こっちの下にのせていきます。上のまぶたよりもくすみが下にないので結構ね、上よりも激しくないナチュラルについてくれる。私はもう最近このセットが好きです。で、これだけで私のアイシャドウは終わりです。そしたら次にアイラインなんですけど、奥目さんとデメさんで結構アイラインの入れ方って変わってくるんですけど、私は奥目なんですけど、奥目なんだけど結構メイクすると目が濃くなりがちっていう、まあ、不思議な目なんです。で、アイラインを入れるとすごく顔の印象がガラッと変わる。だからど
っか一個アイメイクでね、どっか一個メイクして外出ろって言われたら、私はアイラインを選ぶぐらい、私はアイラインが一番目の印象を変えられるんで、まつげとまつげの間を埋めていきます。で、まあ鏡を下に持ってもらって、そしたらまつげとまつげの間が分かりやすく出てくると思うので、そこを細かく、つけまつげを普段つける人とかは太めに引いた方がいいです。まつげが馴染むから、つけまつげが馴染むから。けど私はつけまつげはつけないので、できるだけ細かく細かく入れてあげる。はい、こんな感じです。こうやって見ると全然違うと思う、うん、私ブラウンの今ペンシル使ってるんですけど、これブラックでやってもいいんですけど、私の目にはきつすぎちゃう。ブラウンとブラックの違いは、ブラックは結構クールとかきつい目元に向いてて、ブラウンは優しいとかナチュラルとか、そういうメイクに向いてると思います。こんな感じです。そしたら次はラインを伸ばしていくんですけど、自分がちょっと釣り目だなと思ったら垂れさせたらいいと思うし、まあ、自分がすごく垂れ目線だなと思ったら釣り上げればいいと思うし、私はまっすぐが好き、そのまま横に伸ばすのが好きなので、そのまま横にシュッと引きます。これを下にも上にも跳ねずに横に引きます。そしたら綿棒でぼかす。でね、私のメイクの特徴がぼかしなんですよ。ぼかすっていう工程がとても多い。はい、こんな感じです。そしたらさっき使ったペンシルで目頭の内側にラインを入れるんですけど、まあこうクッてなってるじゃないですか、のこの下側、くの字の下側てるじゃないですか、毛小平って。それを書いてあげるんですけど、石灰ラインではないんですよ。これ石灰ラインってここのここにシュッてこう書いてあげることじゃないですか。これを中に書くんですよ。そうするとなんだろう、結構食い込んだ目に見えるっていうか、薄い目だったのが、まあ、これ言っちゃえば影なんです。影を入れてるんです、この中に。で、まだ終わってなくて、これをちゃんと綿棒でぼかす。すっごい細かい作業ですけどね、1ミリしか入れてないんで。あ、メイクって遠くで見ると意外と目力あるって見えて、近くで見るとすごい、あ、結構描いてたんだってなること多いじゃないですか。でもこれはメイクしてる感がない、ナチュラルに見えるから、私はここの目頭に影を入れるっていう方法がベストだと思っています。目のここのラインですね、ここは私は絶対に入れるようにしてるんですけど、まあ、これも目の形による。私は本当にまっすぐな目なんで、ちょっと目の形を変えることによって、印象が変わる。だからここ入れなかったら、私は結構クールな、なんだろう、釣り目じゃないんですけど、こう横にシュッとしたクール系の顔になるんですけど、ここにシャドウ入れるとちょっと可愛いが出てくるんですね。で、私もともと顔のもう作りが綺麗と可愛いって分けた時に綺麗寄りだと思うんです。だから可愛いを入れたくて、ここにちょっとシャドウ入れて目を下に印象付けさせる。このね、結構濃いブラを使うんですけど、こんな細いブラシで細かく入れます。ほぼ目の粘膜に沿って細かく入れていきます。でも今の若い世代の子たちはここに入れてるメイク
好きな子多いと思う。私の友達みんなここ入れてますからみんな好きじゃんっていうぐらい、みんなここに入れてますから。全然違う、こっちと比べると全然違う、うん、私はもう根元をしっかり上げたこういうまつげが好きなんです。だから根元を挟んで一回プッシュ、これで3秒待ちます。はい、これでいいんです。私はもうこれだけで目の中にとんでもなく光が集まる。めめさんの場合はもともとまつげを上げたらもちろん入るんですけど、光は上げなくても入りやすい目の構造なんですね、もともとなんですけど、くめさんは特に上げた方が良い。あのマスカラの下地っていろいろあるんですけど、あの繊維が入ってないものを使います。私は繊維が入っているものは結構まつげにボリュームが出すぎてしまうので、繊維が入っていないものを選んで、まずまつげの根元にこの下地を塗ります。でカールをキープさせてしまう。この段階でこれ反対側も、これスピード勝負ですよ。まつげが落ちてくる前にめちゃう。マスカラってボリュームタイプとロングタイプがあるんです。でこれはタイプによるよね。だからもともと毛一本一本が太い人とかはもうすっぴんの時から目の印象が強いっていう方はまあ長さを出せばいいと思うし、もともと毛がすごく薄いとかっていう方はもうボリュームタイプで毛の印象付けさせるっていう方法もあるんですけど、私は長さはあるんですけど、でもボリュームもいらない欲張りなんですけどね。あの長さはもともとあって、でボリュームもない方ではないと思うんです、もともとのまつげで。私が使うのはボリュームタイプなんですけど、ボリュームは出しません。これちょっと難しいよね。あのロングタイプのマスカラでロングにするよりも、ボリュームタイプのマスカラでロングなまつげを作った方が私の目には合っているんです。だから、ま、このつけ方もちょっと独特で根元からはいかないんですよ。あの根元を黒くしたくないから、なるべく毛先だけに、普通こうじゃないですか根元って、毛先だけに私は縦にこうやってつけてあげる。これをこうしっかり根元からこういくのも好きなんですけど、私的にはボリュームが出すぎちゃうんですよ、まつげに。だから毛先にこうつけて、最後毛先をこう整えて、でこれをやるときに、今ボリュームタイプ使ってるんですけど、ロングタイプでやると少し物足りないんですよね。はい、こんな感じで。私は今ブラック使ってるんですけど、優しい根元にしたいとかナチュラルにしたい方はブラウンをおすすめします。私はアイラインはブラウンで、マスカラはブラックっていうミックスが好み。ここまでくると好みですよね。これも根元だけをキープします。これも毛先につける、この縦ですね、縦にこれは私が欲張りだから、いつももっともっとつけちゃうんですけど、これくらいで我慢しないとギャラくなっちゃうんです私上まつげぐらい下まつげ長いんですよ。だからつけすぎるととんでもない目になっちゃう。アイメイクはこんな感じです。この段階でやるんだって感じなんですけど、ノーズシャドウに行きます。さっき首の下に入れたこのカラーあると思うんですけど、こういうカットされたブラシが一番強そう。これも薄いカラー、私もともとここに影あるから、ここに入れるというよりはこの目の横のここ
これマジで入れすぎ注意なんです。だからしっかりつけるんだけど落として薄く入れて、薄かったなと思ったらここもうちょっと入れてみたいな感じで入れていきます。あ、じゃあこのぐらいでいいです。何が変わったと思うじゃないですか。変わってるんです、これ変わってるんです。そしたらここの鼻先のここの部分です。ここまあ光当てたらここにかけていけるじゃないですか。できるじゃないですか、私の鼻にはできるんですけど、ここに影を入れます。さっき取った薄いカラーで、はい、軽くでいいです。そしたら次にチークに行きたいと思います。私はオレンジ系のチークを使います。ね、パール入ってる。私はチークをのせた部分をちょっとこうボリューミーに見せたい。パール入りのものがない人はチークの上にハイライトをのせるってやり方でもいいと思うんですけど、私はもう一石二鳥にしたいからパール入りのチークを使います。私は、笑った時に出るここの頬の中心にまずのせる。そしたらフェイスブラシありますね。さっきこの顎の下に使った大きさのブラシなんですけど、上から重ねて全体にぼかす。私はこのさっき使ったチークブラシと2つ使ってるんですけど、こっちをブレンディングブラシとしてぼかす用のブラシ、色をのせる用のブラシ。1本で塗ってぼかすって難しいと思うんですよ。一回こう中心に色をのせてあげて、これでぼかす。このやり方はね、すごく簡単です。ここでですね、めっちゃ私流なんですけど、私はいつもこの鼻のですね、鼻のこの下ここにチークを隠し入れるんですよ。ここにブラシで色を取って、チークここに入れた色と一緒の色ですね、をここじゃないんです。鼻先はダメです、可愛すぎちゃう。この裏にチークを入れるんです。そうすると全体に結晶感が出るのと、可愛らしい顔が作れる。私はこれを絶対にいつも毎日メイクでやります。で、もうちょっと結晶感が欲しい人は、実はチークって頬だけじゃなくて、あの耳に入れるとか、あとは顎に入れるとか、おでこに入れるとか、いろいろあるんですよ。ここだけって思ってる方すごく多いんですけど、だからもしここの頬の赤みだけがなんかこう浮き出ちゃって、もうちょっと顔全体に血色感が欲しいって人は、さっきここにのせた色よりも薄くほんのりこういうとこに隠し入れると顔全体に血色感が出るので、まあ、そういう方法もあります。私はですね、あまり激しすぎないリップを使うのが好きなんですけど、毎日メイクはね、さっき目元もくすみ系のカラーを使ったじゃないですか。ここもくすみ系のカラーを使うんですけど、こういう色。まあのせ方とかあんまなくて、普通に全体に色を塗ってあげる。鮮やかすぎないんだけど血色感があるっていう口が私は好き。ハイライト入れていきます。私は目に使ったこのパールはゴールドなので、ハイライトもゴールド寄りとかピンク寄りとか、パ
シルバー寄りとかいろいろあるんですけど、まあ、この目元の色に合わせて私はゴールドのパールが入ったハイライトを使います。ハイライトをで私が入れる部位はまず鼻先と目頭のくぼみを少し表に浮きます。はい、レジン寄りの側にしたいので眉毛の下優しくさっさと描いてます。そしたら顎は、少し短くしたい人は横に入れてあげて、縦にしたい人は縦に入れてあげる。そしたらこの唇の M 字の部分、これで完成です。まつげめっちゃいつも長いって言われるんですよ、まつげのメイクの工程が。まあ、でもそのくらいこだわり強いまつげになってます。でもリップもこれで鮮やかな色を使うことももちろんあるんですけど、基本ベースはくすみ系のカラーっていうこの一択で、だから結構私唇褒めてもらえるんですけど私の唇はいつもくすみ系のカラーで、まあ、ヌーディーな色が多いのかなと思っておりますので、皆さんぜひこの唇のカラーも真似してみてほしいなと思います。ということで私の毎日メイクはこんな感じです。バイバーイ。